カシオペア座冥星は、カシオペア座に存在する連星で、太陽から 24.6 光年離れた位置に存在する。星座上では、晩星の他に、カシオペア座シータ星が近くに並んでおり、冥星と合わせて、マルハクという愛称でも呼ばれる。ただし、シータ星は100光年以上遠方にあるため、重力的なつながりはなく、太陽系から見るとたまたま同じ方向に見えているだけの見かけの二重星である。マルハクという名前は、肘を意味するアラビア語のアルマルフィク、またはアルミルファクから来ている。1961年に過去23年間の写真を解析した結果から、固有運動の変化により、写真では見分けられない晩星の存在が確認され、連星であることが発見された。現在では、二つの恒星は、距離が 3.3AU から 11.9AU の間で変動する楕円軌道を公転していることが知られている。質量は、主星が太陽の 0.74 倍、晩星は 0.17 倍前後と、いずれも太陽より小さい。また、秒速 167km という比較的高速で、銀河系内を移動していることから、銀河の円盤が形成される以前に誕生した、古く金属量の少ない種族2の恒星とみられ、一般的な主系列星より小さく高温な、純矮星に分類されている。ありがとうございます。